ホワイトアルバムなんで今詰まったんだ。ホワイトアルバム49回目です。アイドルグループ桜っ子クラブのリーダー、キサラギサヨコちゃんルートでございます。いないね。ユキ、桜っ子クラブって知ってるか？結構売れっ子らしいぞ。俺結婚したぞ結婚したぞ、そのリーダーと。まあ芸能でも伸ばしておくか。歌ってるとこ見てみたいよな、桜っ子。いないかな。あ、アキラに会ってみるか。昨日アキラに会って、あ、ミサキさんミサキさんを見るとなんか心がズキンと痛むよ。アキラはなんか新規会話が増えてそう。どうだろう、そんなこともなかったか。恋話しようぜアキラ、お前可愛いな。お前も桜っ子クラブに入れよ新メンバー加入しろよお前。あ、いるじゃん。大学前、今日も来てんのか。大学にね、入りたいんだよねこの子ね、ゆうなぎ大学。さて、あれからアキラがよそよそしい見られちゃったからね、アキラに指を渡すところはっきりと態度に出ているわけではなかったが、何かの拍子にふとアキラの方から距離を取ってくることがある。やはり原因はあれだろうか。あれとは、キサラギサヨコに指を渡した時、それをアキラに見られたことだ。アキラには拾った指輪を持ち主に返しただけだと話したが、どうもその説明だけでは納得していないようだ。ここは本当のことを言うべきだろうか。でも事実をそのまま伝えてアキラに信じてもらえるかどうか。きっと言い訳がましいと思われて余計に誤解を深める羽目になりそうだ。手っ取り早いのは騒動の原因である本人から説明してもらうことなんだけど、そう何度も都合よく出くわすはずが。あ、いたおい、こっちこっち。あれ、手を振った途端にものすごい勢いでこっちへ。あんまり遠くから呼ばないでよ。これでも人に知られると困る身の上なんだから。やっぱ前回も言ったけど、さよこちゃんの BGM めっちゃいいっすよねなんか耳に残っていいな。あー、ごめん、つい。あなたって案外迂闊なところあるわね。その調子で誰かに話したりしてない？何を？私のこと。もちろん。まかか、会話が成立してないもちろん。もちろん、どっち？話してないよ。ならいいけど。ああ、ちょっと待って、必要なことだけ聞いて立ち去ろうとする彼女を俺は慌てて呼び止めた。何？相変わらずいたけだか、だが自分が原因となっている迷惑だから無限に断ったりしないだろう。俺は指輪の経緯をアキラに説明してくれるよう頼んでみた。いや、断られた。つまりそれって私に素性を明かせってことでしょ？大丈夫だよ、アキラはあれでも口が固いから。男だぜあいつは。いいやつだよ。難しい顔をしている。アキラの人柄を知らない以上警戒するのも無理はない。でも俺としてもここで引き下がるわけにはいかない。頼むよ、元はといえば君のいたずらが原因なんだし。それはそうだけど、一応自分のせいであることは自覚があるようだ。一度は即答で拒絶されたけど、向き合ううちに彼女の表情からは徐々に険しさが薄れていった。やがてそれは一つのため息で結末を迎える。終結。仕方ないか。それで私はどうすればいいの？耳たぶを噛んでほしいねどうしてもこのお声だとね、田中香織が思い出される。佐藤里奈さんボイス。本人に説明して、カフェにいたら多分通りかかると思うから。多分って、ちょっと、あの田中香織、香織ちゃんルートのさ、おへその下を舐めるっていうイベントすごかったよねおへその下ってその時はお茶でもおごるからさ、学食じゃなくてどこかちゃんとしたところで。どうしたの？ちょっと意外、そんな口も聞けるのね。そんな口ってどんな口？褒めてるのよ、一応。ああ、まあいいわ、それで手を打ちましょう。ただしおごりは来ても来なくてもね。どうしたの？変な顔して。いや、意外にあっさり話が進んだものだから。アイドルといってもプライベートは平凡なものよ。人とお茶くらい行くわ。それに楽しみだしね、あなたがどんなお店に連れて行ってくれるのかエコーズしか知らないんだけどな。ちょっと怖いな、大学生の財布だってことを忘れなくお店選びは
値段じゃないのよ。もっと怖いよ。なるほど、なんか立ち絵がめっちゃ動くのがいいな。他の子たちより動く気がする。追加キャラだからかな。カフェについてほどなく一コマ目の講義が終わる。そもそも大学に来たのがすでに真面目な時間ではなかったという話は置いといて、教室から吐き出された人波は廊下だけでは飽き足らず、カフェの通路までも埋め尽くした。しかしそれも次のチャイムが鳴るまでのことだ。2コマ目が始まると学生たちの大部分は再びそれぞれの教室へ向かい、もう予定のない一部は周りをはばからない談笑とともに校舎を後にする。アキラの姿はまだ見当たらない。とうに飲み干したカフェのコーヒーが白いカップの底で粘っこい個体へと姿を変えていく。ああ、すごい表現だ。来ないじゃないの。おかしいな、必修にはいつも出ているはずなんだけど。必修なのに出てないの。本当にアキラのやつどうしたのかな。あなたのことよ。あなた俺出てねえな。内閣だし自由万歳。そういうのは自由じゃなくて野放図って言うのよ。返す言葉もないとはこのことだ。言われ慣れていることでもあるけど。それで次の休みは何時頃。お昼になっちゃうな。昼って正午。ちょっとどうしてそうなるの。だって一コマが90分だし。長いよね大学ってね。1時間半。嘘、休憩なしで。その間生徒はずっと座りっぱなし。少し前までは120分だったみたいだよ。何それ、信じられない。彼女は入学する前から大学に絶望してしまったようだ。そういうのも含めて大学かな。高校までとは全然違うのは確かだよ。2時間なんて映画が見られるじゃないの。本当だね。なんで映画。まあいいわ、合格する前から心配しても仕方のないことだし。それでいつまで合格したら、まさか昼休みまでじゃないでしょうね。ひょっとしたらマナちゃんと同級生になるかもしれないっていうのが面白いね。昼休み、いやそこまでは。アキラのやつ風邪でもひいたのかな、それとも俺たちがアキラの姿を見落としたのか。どちらにせよこの時間にアキラを見つけるのは望み薄のようだ。ごめんね、忙しいのに付き合わせちゃって。すぐそこにいるせいで身近に思えてしまうけど、彼女は売れっ子のアイドルなんだ。ここにだって過密スケジュールの合間を縫ってきているはず。貴重な時間を無駄に使わせちゃって悪いことしたな。そういう意味じゃないわよ。このカフェにも立ち寄ってみたかったし、ただ時間を決めずに待ってるのはどうかと思っただけ。でもスケジュールとか詰まってるんでしょ。リーダーだけに遅刻とかしたら余計にまずいんだろうし。リーダーなんて別にそう大層なものじゃないわ。それに、地雷だねこれリーダーの話題は地雷だな、見るからに。そのことなんだけどさ、なんかあれじゃない、すごい新メンバーが加入してラブマシーンの時のあの後藤真希加入の時の安倍夏実みたいな感じじゃないの。あ、安倍夏実リーダーじゃないか。何の話だっけどのこと。だからその桜子クラブなんだけど、私はもう、うん、あれ、いやお前かい、お前ちょっと空気読んでくれよ。でも来たねアキラ。どうしたの、こんなところで。朝からいるなんて珍しいよね。諦めた途端に現れた世の中なんてこんなもの。アキラを探してたんだよ。そっちこそ必修にも出ずに何してるんだ。僕はその必修が休校だったから。え、そうなの。もうこれだから。掲示板に貼り出しがあっただろ。ほう、トウヤのことだから見てもないか。教室の前で待ち伏せしてた俺たちがバカみたいだ。それでこの人は。覚えていないらしい。アキラの場合、美咲さん以外はあんまり女の子の認識別とかしてなさそうだ。見覚えない。え、アキラはぶしつけに目を凝らす。まだわからないらしい。さやこちゃんは無関心を装っているが、さぞ有名人としてのプライドを刺激されていることだろう。そうだよね、ショックだよね。なんとなくどこかで見たような気がしない。怒ってる。なんだか無意味に緊張が高まっていく。
それに気づいていないのはアキラだけだ。もう心でネタバラシをした方が良さそうだな。あ、この前の、やっと思い出したか。トウヤと一緒にいた。そう、それそれ。指輪。ちょっと、なんでお前、なんだよ。そのことで話が、あれ、アキラ？何の話だよ。僕は嫌だからね。痛くない。可愛いな、アキラは。嫉妬か？嫉妬してんのか？アキラの瞳がみるみるうちに潤んでいく。なんで泣いちゃうんだよ。泣くなよアキラ。何の涙だよ、わかんねえよお前。ユキにはなんて話すつもり。いやー、サキさんやハルカだって、女のってあんまりだよ。本当だよな、浮気なんかしちゃいけません。まあするけど。ちょいマーチ、まさにそれ、その誤解を解くためだから。誤解？アキラは涙を拭いながら、いぶかしそうにしている。これは遠回しに言ったら余計に話がややこしくなりそうだな。いきなり真実をぶつけてみるか。こちら如月さよこさん。反応なし。それで？いや、だから如月さよこ、落とし物だなんて僕に。なんなんだよ。アキラ、俺の話聞いてる？あんまり聞きたくないけど。彼女の名前にアキラは反応しない。アイドル如月さよこの存在をそもそも知らないようだ。さよこちゃんの眼差しが一層鋭くなる。そして俺が睨まれてしまう。なぜだ。このままアキラの記憶に任せていたら話が進まない上に俺までとばっちりを食いそうだ。仕方ない。俺は彼女があの桜っ子クラブのリーダーであることを説明した。へえ、そうなんだ。興味ゼロかよ。淡白な反応。芸能界とかあまり興味ないから。怒ってる。さやかちゃん、さよこちゃんは見るからに不機嫌そうだ。とにかく説明の続きだけど、指輪が俺の手に渡った経緯、アキラ側が目撃した出来事の真相などさやこちゃんの本人の同意を得ながら結局俺が説明することになった。なんだ、そうだったんだ。, 笑ってるよこいつ。アキラの表情にはすっかりいつもの能天気さが戻っていた。なんとなくおかしいとは思ってたんだよね。落とした指輪とかいうのも変だったし。嘘つけ、今にもユキのところに走り出しそうだったぞ。ユキ？あ、知ってる？なんでもない、こっちの話。いや、そこで話をごまかすの？俺とユキのことは秘密だった。特に尾形プロ以外の芸能関係者には。あー、そうか、そうだよな、まあスキャンダルだもんな普通にな。それを秘密にした上で浮気をしようって話になるのか。とにかくこのことは内緒ってことで。どのこと？彼女が大学に来ていること。ああ、そのことか。あからさまに何とも思っていない反応だ。さやかちゃんの眉間に一層のシワが寄る。うん、わかった、誰にも話さないよ。あ、頼むよ。話はそれだけ？まあそうだけど。それじゃあ僕はこれで。アキラはあっけなく立ち去ってしまう。国民的アイドルを目の前にして何の未練もない。サインくらい目立ってもいいの？本当にな。そうだね、あいつすぐ遠慮するから。なんで俺はアキラのフォローをしているんだ。まあともかくこれで誤解も解けて一安心だ。藤井くん？美咲さん。やっぱりそうだ。うわぁ、この時間に大学で会うなんて珍しいわね。心が痛いよ。美咲さんだよ。美咲さん怖えよ。なんか俺もう美咲さんが一番ダメージ食らったんだよな。なんか美咲さん元気してた？まあまあ違う世界線だからさ。主な原因は俺がその時間に大学にいないことなんだが、今日アキラに用事があった。そのアキラというと美咲さんを見つけた途端に足を止め、わざわざ引き返してくる。いや、それもやたら嬉しそうに。さよこちゃんに対する、さやかって呼んじゃうな、さよこちゃんに対する態度とは別の手のひらを返したようだ。うわー、この3人今帰りなの？久しぶりだな。鉄拳制裁が嘘のようだ。ちょっと買い物があるから。買い物？学園祭に向けていろいろと。ああ、学園祭、そうだよね。そうなんだ、手伝おうか。うん、いいね。
大した量じゃないし、個人的に寄りたいところもあるから。あら、俺は手伝ったぜ。こちらの方は俺は手伝ったことあるぜ、アキラ。俺部屋に呼んで美咲さんと二人で脚本書いたぜ。うん、同じ講義の人。即席のプロフィールをでっち上げる。アキラは約束通り美咲さんが相手でもさよこちゃんについて口をつぐんでいる。はじめまして、沢倉美咲です。軽く頭を下げる美咲さんのことを今度はさよこちゃんに紹介する。こちらは俺たちの一つ上で高校からの先輩先輩らしいことなんて何一つしてないけど。そんなことないよ。またまた。さよこちゃんは相変わらず不機嫌そうだったが、年上からの挨拶をされて黙っているわけにもいかない。むっつりと閉じた口をしぶしぶ動かす。キサラギさよこです。意外にもさよこちゃんが口にしたのは真実の名だった。それに対する三滝さんの反応は、よろしくね反応なしちょっと全然知られてないね。多分そのグループ名としては知られてるのかもしれないけど、個人の名前ってのはね、難しいのかもね。そうだよな、美咲さんアイドルとか気にしたことなさそうだし、気づくはずないよな。ダメだ、そろそろフォローしきれない。うん、それでこっちが七瀬明。そう、興味なさそう。こっちはすっかりむくれてる。ほら、グループ名があんまり有名だとさ、一人一人の名前はどうしてもそれに隠れがち。いや、俺も同じフォローしたわ今。あなたは？俺も芸能界とか詳しい方じゃないし、どちらかというと言われて初めて気づく方かな。そうじゃなくて、あなたの名前よ。あ、名前言ってなかったっけ？まだ聞いてないわ。そうか、アキラと美咲さんの無関心ぶりに気を取られて、俺も結構失礼なことをしていたんだな。藤井斗也です、よろしく。ペコリ。あら、みんな初対面だったの？いや、俺とアキラは高校からの付き合いだよ。藤井君ったら。へえ、美咲さん。美咲さん。あ、もうこんな時間？今日はちょっと急ぐからごめんなさいね。うん、気にしないで。あ、そうか、脚本書かないといけないもんね。鬼が殺戮を繰り返すっていうわけわからんサイコパスが演劇部にはいるからさ。それじゃあまた。うん、美咲さんは言ってしまった。さよこちゃんは相変わらず唇を引き結んでいる。綺麗な人ね。でしょ。うん。それに優しそうだわ。まあ優しいよ本当に。それもある。あのさ、俺たちあんまり芸能人とか知らないから、そういうところだけは3人とも共通してて。何の話をしてるの？だからその知名度とか気にする必要ないと思うよ。何それ、私がそんなこと気にしてると思ったの？違うの？知ってる？日本で一番有名なお笑い芸人の明石焼きサバでも知名度 90% をやっと超える程度なのよ。明石焼きサバ、その名前じゃ売れねえだろうな。知名度 90% って、いやそれはすごいことだけどね。明石焼きサバ、お茶の間で大人気、朝の連ドラに出演経験もある明石焼きサバだって、全国的に見れば30人に1人は知らないんだから。さんまさん、あ、さんまさんって言っちゃったけど、朝ドラに出てたことあるんだ。知らなかった。それは、そういうこと。根に持ってる。それよりあなたあ、アキラ、なんかこの二人の組み合わせ面白いな。アキラとさよこちゃん。そう、さっきから私が目の前にいるのに上の空でいるあなた。アキラが不安そうに俺の方を向く。僕何も失礼なことしてないよね？それは人によって見解が分かれるところかな。その理由がようやく分かったわ。何を？なんだろう。あなた彼女のことが好きなのねすげえ見抜いてる。ん？何が？いや、俺に聞かれても。さっきの彼女のことよ。美咲とか言ったかしら。あなたたちの1年先輩で。急に何言い出すの他に含みなんてないわ、言葉の通りよ。ちょっとこの人何なの？この人何なの？いや、だから俺に言われても。だってそうなんでしょ。分かっちゃった。さゆこちゃん、よく見抜いたね、すぐに。
ねえ、トウヤ。トウヤ？かわいいな。あっち向いてないで。ほら、なんとか言ってやってよ。ねえ。アキラはすっかり弱り切っている。それにしても単刀直入に来たな。ねえ、どうやってば。仕方ない。一応はフォローしとくか。まあなんだ、ちょっと仲が良さそうだからってそれですぐに恋愛感情を疑うのはどうかと思うけどね。こんなのどこからどう見ても明らかでしょ。どうや、これはダメかもしれない。そんな、アキラは今にも頭を抱えてその場にしゃがみ込んでしまいそうだ。アキラ可愛いな、本当に。お前リアクションまで女の子なんだよ。あくまでも否定するわけね。どこか決別めいたその言葉にアキラはぎくりと肩をこわばらせた。そりゃ美咲先輩のことは嫌いじゃないよ。高校からずっと一緒なんだし。でもそれは親しみとか尊敬って意味で、トウヤだって僕と同じ気持ちのはずだよ。いや、俺はもう別の気持ちが芽生えちゃったよ。恋とかそんな風に考えたことなんてないというの？うん。なんだよこのやりとり。そう、いいわ。それなら確かめてくる。その方が手っ取り早いし。え？まだそう遠くには行ってないはず。ここで待ってて、すぐに連れてくるから。ちょっと待なんかよくわからんけど面白い展開だ。トウヤ止めてあー、これはこれで結果を見てみたい気もするけど。さよこちゃん、本当に勝手なことしないでねそうやってしつこく念を押しながらアキラは去っていった。絶対だからね。まだ去ってなかった。あ、分かってる分かってる。トウヤじゃなくてそっち。ええ、勝手な真似はしないわ。なんかいいコンビになっちゃったな、サヨコちゃんとアキラ。また3人が揃った時にね。幸いサヨコちゃんのつぶやきがアキラまで届かなかったようだ。思うに男という生物は女の興味に振り回される運命にあるのかもしれない。無論女の無関心にも意外とおせっかい焼きなんだ。さゆこちゃんはアキラが消えた方角を見つめ物思いにふけるような顔になる。そうね、自分でも驚いてる。自分自身に問いかけるような口調だった。高校の頃はとにかく忙しくて、友達と色恋の話をする暇もなかったから、こういう話題ってすごく楽しい、はあ、楽しんでたんだ。アキラにとっては災難だけどね。苦笑を交えてそう言うとサイコちゃんは視線の焦点を現実に戻し、形の良い鼻をふんと鳴らした。あんなの嘘に決まってる。応援が迷惑だってこと？見てるだけで幸せだってこと？そういう感じ方だってあると思うよ。でも満足してるはずないんだから、いつまでも変わらない幸せなんてあるわけないじゃないの。ほう、意味深だね。そして彼女はまたどこか遠くにある景色、光景を求めるような眼差しになる。ちゃんと努力してないといつかなくしてしまうんだから。努力しないといつかは、あー、リーダーの座を奪われるみたいなことなのかな。その言葉はまるで俺とユキトのことを指摘されているようで、俺の胸にも突き刺さった。でも俺は何をすればいいのだろう。ユキトの関係が途切れないようにするために一体何ができるのだろう。それじゃ私も行くわ。うん、駅まで送っていこうか。タクシーを使うわ。街中で見つかると面倒だし。おお、意識が高いね。雪なんてもうお構いなしに一緒に歩くから。アキラと美咲さんに気づからなかったことはまだ根に持っているな。あれ、何か忘れているような。あ、さっきの約束、俺お茶でもおごるって。貸しにしとくわ。お、じゃあ今度デートだな。振り返りざまに見せた彼女の微笑みは朝日のように透き通っていて、俺は不意に胸を突かれた思いがした。あ、もう好きになっちゃった。トウヤ君はな、もうすぐ好きになっちゃうから。またいつかね。まばたきをするあままに彼女は前へ向き直ってしまう。それきり再び俺の方を振り返ることはなかった。うん、なるほど、アキライベントだったな、ほぼ。さてさて、今日はイルカ桜っ子。
いないな。あ、美咲さん、美咲さんに会ってみる。まあ尾形里奈に会ってもしょうがないもんな。美咲さん、会話しようぜ。会話、脚本頑張ってな。趣味とか言ってみるか。はい。ん、来週のこれなんだっけ。あー、あれか、一緒に、あー行きたい、うわー、あー行きたい。いやでも行ったとて、あーちょっと余計なの選んじゃった。いやダメだよ、いや行かない方がいいよね。うわー、美咲さんを断るのはまた心が痛いよ。その日俺予定入っちゃって。うん、あ、うん、あごめん、別にそういう意味でいたんじゃないから。ごめん。いや、そんな迷惑だなんて、そんな。ああ、うん、ありがとう。私のことなんて。いや違うんすよ、美咲さん、違うんすよ。俺美咲さんのことがもう逆に好きすぎてダメなんすよ。じゃあ私帰らなきゃ。美咲さんも桜っ子クラブに入ろう。みんなで桜っ子クラブに入ればいいんだよ。ユキも尾形里奈も電撃遺跡で桜っ子クラブ、はるかやまなちゃんだってさ、弥生さんも入れよう。みんなで桜っ子クラブをやろう。16日、あー言葉散った。今日はいないな、アキラ。アキラにでも会ってみるか。アキラと美術館イベントも別にいらんだろう。世間話でいいや。あれ、そういえばこういうノーマル会話のイベントが今のところ発生してないね。さよこちゃんに、あ、今日も発生してない、やっぱり。あ、この子びっくりマークのイベントだけで進んでいくのかね。なんかそんな気もする。大学、ねえ、どうや。またおめえか。うん、僕どうしてここにいるの。そんなの当たり前でしょ。当の本人がいなくちゃ始まらないわ。いい笑顔。さよこちゃんはアドバイザー気分ですでにスタンバイしている。もちろん話題は分かりきっている。まさかまだ話が続いてるの。でもやっぱね、あの美咲先輩はアキラとくっついてほしい。もうトウヤくんがくっつくともう崩壊するから。サークルが崩壊するから、やっぱそこが一番平和なのよ、アキラとくっつくってのが。遠慮しなくていいわよ。遠慮なんかしてない。とにかく焦りは禁物。うん、大切なのは楽しんでんな。告白するその時までに十分な事実を積み重ねておくことよ。アキラのつぶやきはさよこちゃんの耳からは締め出しを食らっているようだ。それにはまずシチュエーションね。近々イベントとかないの？学園祭？こうなると止められない。多分女の子というのは他人の恋には興味津々な生き物なのだろう。そうだね、そんな気がすると。周りにそういうタイプがいないのになんとなく納得してしまう。イベントとか言われても大学絡みなら学園祭？それ言っちゃうんだ。言っちゃったよ、まずかった。そうよ、それ学園祭。さえこちゃんは指先を軽く鳴らしてみせる。模擬店周り、コンサート、キャンプファイヤーを囲んでのフォークダンス。ちょっと夢見すぎじゃない？最高のシチュエーションじゃないの。うちの学園祭にキャンプファイヤーなんてないよ。確かにね。悪いこと言わないわ。早いうちに当日の約束を取り付けておくべきよ。そう口にしてすぐにそれを自分で取り消す。いいえ、むしろ今から積極的に関わっていくべきね。学園祭に向けて二人だけの共同作業。それ前夜の徹夜仕事、俺やったよ。それ声が生まれなきゃ嘘よ。やったやった。美咲さんルートでやった。拳を握りしめ、自信満々にそう力説する。なんだか聞いているこっちまで告白しないと悪いみたいな気分になってくる。もういいよ、お願いだから勝手に話を進めないで。
アキラはすっかり弱り切っている。もはや美咲さんへの恋心という事実については否定する気力さえ失ったらしい。僕は今のところこれで幸せなんだから。ほう、でもさ、美咲さんルートの時さ、アキラ告白したんだよね。今なんてすぐに過ぎてしまうわ。社会人になれば会うだけでも簡単にはいかなくなるのよ。そんな大げさな、卒業までまだ3年もあるんだし。3年しかないのよ。なんだよこの2人。恋人同士なんて大学時代が一番楽しいんじゃない。のらりくらりと過ごすなんて。時間あるからね。僕は現状で十分満足してるんだけど。まったく煮え切らない男ね。そんなこと君に言われる筋合いは。ここが付き合っちゃうんじゃないの。さよこちゃんがアキラに惚れるっていう展開になっちゃう、なっちゃわない？大丈夫？な、何？恋ね。やめてよ、変なこと言い出すの。ことさら指摘されてアキラは見るからに、そして無様に動揺する。恋はとかく他からの干渉を避けたがる。悲しいことだわ。それは悲しいことよ。アキラが堅くなにこの話題を避けたがる気持ちは、言い方は悪いけど他人には分かりづらいことだろう。一度出来上がってしまった関係に恋というエッセンスを足して組み直すのは容易なことではない。まあそうだよ、そりゃそうだな。ましてそれが長く続いた付き合いともなればなおのこと。そこへ恋心を持ち込んで俺たちの関係が壊れてしまうことをアキラは恐れている。まあ俺はいつも手出しちゃってるけど。トウヤ君は本当に毎回サークルクラッシャーしてるな。アキラが何よりも望んでいるのはみんなで一緒にいられることのことだから。俺たちの間にある微妙な感情のバランスについてはいくら彼女に説明しても分かってはもらえないだろう。なんだか新鮮だわ。楽しんでんなお前。こんな風に仲間内の恋で盛り上がれるなんて。もうすっかり仲間入りしてんだ。盛り上がってないよね。さあどうかな。そうや、またそんな風に他人を遠ざける丸い癖ね。アキラの心からのつぶやきも、さやこちゃん、さよこちゃんね、ついさやこって呼んじゃうな。さよこちゃんには何の感銘も呼ばなかったようだ。芸能人なんだから一般庶民の恋になんか興味持たないでよ。こっちはみんな猫の恋だから。猫の恋、表面だけは取り澄まして何もないふり、噂ばかりが飛び交ってる。意外だな、芸能界でもそういう話はするんだ。色恋の話が嫌いな人なんていないわ。ましてテレビに出てる人たちがすぐ間近にいるんだから。桜っ子クラブはどうなの？付き合ってるやついんの？桜っ子クラブのスキャンダル教えて。テレビに出てる人って自分もそうだろう。まあいいわ、今日のところはこれでおしまい。恋の話ばかりでもつまらないものね。さゆこちゃんは椅子に座り直し姿勢を落ち着ける。おしまいと言われて軽く反応したアキラはさよこちゃんに、この場を立ち去る気配がないと分かると力尽きるようにテーブルへ突っ伏した。それでどうなの大学生活は。さよこちゃんの視線は今度は俺の方に向いている。俺の？なんでそんなことを。あなた個人のじゃないわよ、大学生一般。はあ、それが目的で来てるんだから。そうだ、彼女は大学の見学に来ているのだった。あれ、ここの学生じゃなかったんだ。アキラの疑問は本人ではなく俺に向けられている。高校生ってわけでもないんだよね。まあね、アキラが事情を理解するのに察して時間はかからなかった。ダイバーだね。ダイバーって何？まあダイバーだな。あ、途中から入ってくるってこと。ダイバーっていうの？何それ。モグリの学生ってこと。そう、モグリ、ああダイバー、なるほどな。失礼ね、今はオープンキャンパスの期間でしょ。オープンキャンパス？俺はアキラと顔を見合わせる。知ってた？そう。アキラも首をひねっている。呆れた。あなたたちここの学生なんでしょ。ここの学生だけにそういう外向きのイベントについてはむしろ疎くなっていたのかもしれない。まあいいな。どうなの？講義は？サークル活動は？卒業後の展望は？講義、サークル活動、卒業しようね。
ちゃんとしないつもりはないけどな。明らかに卒業後の展望は何この役立たずそんなこと言われても、うん、せっかく大学生なのにキャンパスライフを楽しもうって気にならないの？いや、さよこちゃんはちょっと大学に夢見すぎだよ。今でも十分楽しんでるけど、もっと積極的に。あるでしょ、いろいろと。そういや、もう半年以上経つんだよな、大学に入ってから。そうだね、なんだかずっとここにいるみたいな気がしてたよ。違いないあなたたちのいい加減さを見てたら私でもやっていけそうな気がしてきたわ。ゆるいな。入れたらね。僕じゃない、今の僕じゃない、耳を引っ張らないでいい関係になってきたあ、まだ続くのか。こんなところまで送ってくれなくていいのに。まあ出ていくところを確認しないと安心できない人がいるから。え、僕のこと？本人に黙って勝手なことはしないわ。それは、あ、また来るってこと？どうかしら。それじゃまたね勘弁してよ。アキラは頭を抱えている。いや、これが意外と感謝することになったりしてな。他人事みたいに。トウヤが連れてきたんだろう。たまたまだよ、テレビ局のバイトで偶然きっかけができて。そもそもこうなったのはアキラが指輪のことを誤解したからだろう。まさに自業自得。あの時のことを思い出しているのか、アキラは顔いっぱいで苦しそうにしている。いいよ、いざとなったら向こうの素性をバラしてやるんだからアキラ黒いな。黒くもなるよ、こんな風にかき回されたら。黒アキラだな、なんだそりゃ実際にそんなことをする度胸はなさそうだ。アキラには涙目の頬覚えがよく似合う。いやいや、アキラはやるときは拳でぶん殴る男だよ。なんとでも言って。あ、どこに行くんだ？帰るんだよ、もう講義もないし。駐輪場ならあっちだろ。今日は雨が降ると思って歩いてきたんだ。雨ね、確かに雲は多いが今のところ空が暗くなる気配はない。天気が崩れるのはもう少し先になるのかな。ああ、天気予報って後ろにずれがちだからな。テレビじゃないよ、ハドソンが顔を洗ってたから。何の話してる何言ってんのそれ。ハドソンというのはアキラが飼っている犬の名前。ああ、そうなの、犬かってハドソンハドソン、なぜその名前にしたのか。まあアキラのミステリー好きを考えれば理由は尋ねるまでもない。え、なんかそういう作家がいるの？ごめんなさい、俺全然知らないから。ハドソン、ボンバーマン作ったとこっていうイメージしかハドソン、あれ、ハドソンボンバーマンだっけ、違うかな。若き未亡人として描かれているのはアニメくらいだぞ。わからん。顔を洗ったら雨って、それは猫の場合じゃないか。まあヒゲはヒゲだから。アキラって変なところで適当なんだよな。トウヤはどうする？俺も帰るかな。俺たちは大学の校門を出て並んで歩き出す。さしていかないうちにアキラから様子を伺うように話しかけてきた。アキライベントだな。トウヤ、うん？さっきの彼女のことだけど。ああ、うん。桜子クラブって7人組だよね。そうなの？トウヤ、そんなことも知らないんだ。多いね、7人ってね。そっちこそ名前も知らなかったくせに。それはお互い様だよ。だな。そこで話は一旦途切れる。次の角を曲がって少し経ってからまたアキラが口を開いた。昨日の夜テレビに出てるのを見たんだけど。何が？桜子クラブ。アキラでもそういう番組見るんだ。たまたまだよ、たまたま。ニュース見てたら姉さんがチャンネル変えたから。姉さん、うん。アキラには姉が、あ、そうだ、そんな設定あったね。お姉さん3人、アキラのチャンネル権は当然その下に位置している。兄や姉が多いと大変だな。それでさ、うん、彼女
いなかったんだ。ほう。テレビに出てる中にいなかった。予期せぬ事実を突きつけられ、一瞬どう反応してよいものか思いつかない。見落としたんじゃないのか。そんなことないよ。あんなことがあった後だったからちゃんと確認したんだ。律儀なアキラのことだからその点は間違いなさそうだ。へえ、そうなんだ。風邪でも引いてたのかな。かもね。番組では何も言ってなかったけど。でもリーダーなんだよね。それから俺たちは特にその話題には触れず、アキラの家の近くで別れた。ハドソンみてえな。ハドソン。アパートまでの帰り道、桜っ子クラブのメンバーを順番に思い出してみるが、結局それはほとんど歯抜けのままに終わってしまった。なんだろうね、テレビに出てなかったっていうのは。じゃあ今回ここまでにしておきましょうか。いやー、なんか本当にさよこちゃんとアキラの回だったね。面白い組み合わせが出来上がってしまった。こういうなんかやり取りも面白いな。本当アキラはなんかこのなんかガンガン突っ込んでくる系のキャラに対して生きるような、そういえばこういうキャラっていなかったもんな。強いて言えばマナちゃんだけど、マナちゃんはトウヤ君に対してだけそうなだけであって周りには全然ないもんな。あ、でもマナちゃんも一回アキラとなんかやり取りしてたな。すね蹴ろうとしてたっけな。アキラ、お前よく嫌われるな。気をつけろよ。俺はいいやつだって知ってるけどな、アキラ。うん、じゃあ今回ここまでですね。次回どうなんのかな。桜っ子クラブいろいろ話は進んでいくのかな。なんか今回ほとんど進んでなかった気がするんだけど。はい、ご視聴ありがとうございました。